全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第23節、シエロ対グランパス、上空は星が夜空に輝いています。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半13分、グランパス、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。パス、ストイコビッチ、素晴らしいコンビネーション、左に叩きます。デュリックス、パスを出します。ストイコビッチ、ここでフェイント、このパスが通った。デュリックス、誰にパスを出すのか。中西、通りました。バランスを崩してしまいました。ゴール、小倉、思いっきりのいいプレーでした。前半38分、グランパス、この辺りで追加点が欲しいところです。ロングパス、中田、スライディングタックル。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。坂倉、きれいにボールがつながります。ウンガ、反則加工のプレーだ。レッドカードが出されました。次の試合には出場できません。ルンガ、退場になります。両クラブ最後の決め手を書きました。この得点差についてどう思われますか。まだまだ時間はたっぷり残っていますから、前半戦のことはあまり考えず、自分たちのサッカーに徹すれば逆転は十分可能ですよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半戦の序盤、グランパス依然として1対0と1点のリード。ロングパス、デュリックス、パスを出します。中西、フェイントをかけます。このパスが通った。デュリックス、中に入れた、飛び込んできた。岡山、ゴールゲーム。後半開始早々、グランパス、ここからどう展開するのか。縦パス、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。飯島、ストイコビッチ、フェイントをかけます。ロングパス、浅野、チャンスになります。中西、この位置にいました。中を見てあげた。小倉、思い切ってシュート、一瞬の隙をついて決めました。飯島、呆然としています。後半37分、グランパス、もう負けることは考えられません。ストイコビッチ、うまいフェイント、磯貝、タイミングが合いませんでした。ストイコビッチ、ドリブルしながら周りの状況を見ます。フェイント、ショートパス、トーベス、フェイント、松原、
タイミングが合いませんでした。トーレス、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。飯島、このボールを受けました。ここでフェイント、なかなか中盤から前線にボールが出ません。岡野、抜かれ、危ない危ない、やはりイエローカードが出されました。後半38分、シエロ、ここは1点でも返しておきたい。上野、先ほどから試合に入っています。中田、センタリング、飛び込んできた、岡野、ゴール、ゲーム、シエロ、現在2点差に詰め寄って、早くもう1点が欲しいところです。ここで試合終了です。1対3、グランパス、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。守備の弱さを露呈したゲームでしたね。いくら得点をしても失点を抑えなければ勝つことはできませんよ。守備を立て直すことが課題でしょう。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第24節、レッズ対シエロ、非常にいい天気に恵まれました。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半の立ち上がり、レッツ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。針の穴を通すかのような正確なパスですね。ここでボールを取られました。前半12分、レッツ、フィールドいっぱいに広がります。バイバックパス、上野、抜く、バイ、速い攻めで一気に崩すか。
ロングパス、広瀬、フェイント、パス、土橋、ここからどう展開するのか。福田、ここからどう展開するのか。ボールを水内、このボールを受け、パス、土橋、上野、インターセプト。前半36分、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。ロングパス、磯貝、倒された、岡野、思い切ってシュート、ゴール。土田、やや安定性に欠けたプレーです。前半36分、シエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。コスタ、うまくつないだ、中田、このボールを受けました、パス、山本、うまくつないだ、さあ山本、沢田、岡野、沢田、ゴール、ゴール、ゴール。一方的なペースで試合を進めました。なかなかいいリズムでここまで来てるんじゃないですか。2点のリードで後半戦に入れるのは心理的には随分有利に戦えますね。しかし油断をしてはいけませんよ。初めから気を引き締めていってほしいですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半13分、シエロ、現在2点のリードを奪っています。ブッフバルト、ゴール前激しいプレイ、岡野、止められない、これは磯貝、ゴール。後半25分、レッズ、ここからどう展開するのか。レッドカード、これで次の試合は出場停止になりました。磯貝、無念の退場、奮然とグラウンドを去ります。後半38分、シエロ、チャンスになります。ロングパス、中田、どんどん切り込んでいきます。倒された、レッドカード、これで次の試合は出場停止になりました。杉山、無念の退場、奮然とグラウンドを去ります。試合終了の笛が鳴りました。0対3、シエロ、見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。まさかこれほど点差が開くとは試合前には予想がつきませんでしたね。何もかもがうまくいった完璧な勝利と言えるんじゃないでしょうか。
皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第25節、シエロ対サンフレッチェ。上空は星が夜空に輝いています。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半13分、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。中田、そのままシュート、豪快に決めた。前半14分、シエロ、1点を先制しています。ロングパス、かろうじて足が通ったという感じですね。パス、いった。ルンガ、ゴールゲーム。これは広いものの1点です。松原、フリーキックです。蹴った、ゴール。前川、全く反応できませんでした。一方的なペースで試合を進めました。いやー、前半でここまでの差がつくとは思いませんでしたね。ここまで点差が開くとは思っていませんでした。前半はがっちりと攻めが噛み合いましたね。しかしまだ後半が残っていますので、しっかり戦ってほしいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半戦の序盤、シエロ、大量リードを奪っています。澤田、ゲームを組み立てます。ここでフェイント、中田、通りました。パスを出します。澤田、センタリング、岡野、このままシュート、ゴールネットに突き刺さった。後半13分、シエロ、サイドに広がります。イエローカード、後半24分、サンフレッチェ、サイドに広がります。カウンターのチャンスです。山本、攻め込むチャンスを伺います。ドリブルしながら周りの状況を見ます。ここでフェイント、パス、運がチャンスになります。前川、直接キャッチしました。岡野、蹴る前にゴールを見つめます。いった、飛び込んできた。松原、ゴール。ゴールに叩き込んだ。今試合終了のホイッスルが鳴りました。5対0、シエロ、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか？攻撃陣はまさに絶好調のようですね。常にいい形ができていますよ。
多少の失点もこれだけの攻撃力があれば心配ないですよ。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第26節、セレッソ対シエロ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半の立ち上がり、セレッソサイドに広がります。磯貝、危ないプレーだぞ。やはりイエローカードが出されました。前半26分、セレッソ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ドリブル、横山、ここでフェイント、このパスが通った、蹴った、佐川、このままシュート、これが決まった。両クラブ最後の決め手を欠きました。ちょっと守りに精彩を欠いていますね。そうですね、とにかく早い時間に同点にしておきたいですね。時間が経つと焦りが出てしまいますから、立ち上がり15分が勝負ですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく後半の開始です。
試合の流れを変えることができるのか。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半24分、シエロ、1点のリードを許しています。中田ドリブル、精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。前田、ここでフェイント、ロングパス、コスタ、ドリブルしながら周りの状況を見ます。フェイントをかけます。ショートパス、ルンガ、ドリブルしながら周りの状況を見ます。ここでフェイント、パスを出します。ロングパス、澤田、チャンスになります。外してしまいました。これは決めなくてはいけません。ゴールのわずか上。後半24分、セレッソ、依然として1対0と1点のリード。上野、先ほどから試合に入っています。三崎ドリブル、今のこのフォーメーションの中で自分の役割がもう一つ理解できていないみたいですね。うまいフィント、深川、オーバーヘッド、前田、この位置にいました。深川、カットしました。危ないプレーだぞ。レッドカード。次の試合には出場できません。前田、退場になります。奮然とグラウンドを去ります。後半26分、セレッソ、この辺りで追加点が欲しいところです。山本、先ほどから試合に入っています。トニーニョ、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。ドリブル、村田、うまくつないだ。トニーニョ、チャンスになります。深川、表情です。澤田、ここからどう展開するのか。ボールを岡野、このボールを受けました。岡野、コスタ、ルンガ、岡野、攻め込むチャンスを伺います。メンバーを見るとやや弱い部分もあります。ロングシュート、ゴール。ジルマー、ちょっと反応が遅れました。シエロ、1点を返しますが、まだまだ差は大きい。ここで試合終了です。2対1、セレッソ、見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。現在の順位などを考えたら、もうほとんど優勝の望みはないですよ。しかし、最後まで勝つ意欲だけは見せてほしいですね。
全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第27節、シエロ対フリューゲルス。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。試合開始早々、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ゴール前激しいプレー、中田、岡野、ここでフェイント、ルンガ、岡野、ゴールネットに突き刺さった。素晴らしいゴール。前半戦始まったところ、シエロ1点を先制しています。中田センタリング、飛び込んできた、岡野、ゴールゲー。前半14分、フリューゲルス早くも2点のビハインド。早いうちに何とか1点を返したい。高田、ここでフェイント、ロングパス、磯貝、体で止めに行った。サンパイオ、プレッシャーに負けてしまった。前半14分、シエロ早くも2点を奪い、かなり余裕のある展開を見せています。奥野、このパスが綺麗にボールがつながります。沢田、これは大きく外れました。森、ややディフェンスが手薄になっていました。前半25分、シエロ早くも2点を奪い、かなり余裕のある展開を見せています。中田、パス、このパスが通った。コスタ、沢田、これはコスタ、森、パンチングでこのボールをクリア。体が反応しています。一方的なペースで試合を進めました。今日は全体のリズムがうまく噛み合ってますね。2点のリードで後半戦に入れるのは心理的には随分有利に戦えますね。しかし油断をしてはいけませんよ。初めから気を引き締めていってほしいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。引き続き一方的な展開になるのでしょうか。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半14分、フリューゲルス2点を追っています。ショートパス、サンパイオ、ここでフェイント、このパスが通った。平川、キーパー止めた。飯島、ナイスセーブ。後半16分、フリューゲルス2点を追っています。ボールをキープする時間が長く、うまいフェイント、沢田、止めることができない。奥、タッチライン沿い、うまいフェイント、中田、止めることができない。ジーニョ、このパスが通った。中田、危ないプレーだぞ。レッドカードが出されました。次の試合には出場できません。中田、退場になります。すごすごとグラウンドから出ていきます。
後半36分、シエロチャンスになります。積極的に前に出ていきます。精神的なプレッシャーにも負け、上げた、中田、岡野、ゴールネットを揺らしました。岡野ハットトリック達成。試合終了の笛が鳴りました。3対0、シエロこの試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか？かなり首位からは離されていますが、少しでも上位を狙ってほしいですね。そういう意味では今日の勝利は評価できますよ。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第28節、シエロ対ガンバ。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半13分、シエロチャンスになります。縦パス、キバ体で止めに行った。フランコ抜きました。コスタドリブル、山本きれいにボールがつながります。コスタいった、本並パンチング。現在のところ得点はありません。大きな動きもなく前半が終わりましたが、振り返ってみてどうでしょうか？前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。
ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半12分、ガンバここからどう展開するのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。後半37分、シエロ。このまま試合も終盤に差し掛かろうとするところ、両者譲らず0対0のままここまで来ています。上野、先ほどから試合に入っています。コスタ、うまく。そうです。ルンガ、中田、上野、中田、惜しい、外れた。本並、ややディフェンスが手薄になっていました。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さあこの延長戦で試合にピリオドを打つことができるのでしょうか。どうも前半後半ともにお互い決定的な場面が少ないですね。延長戦はもっと積極的にチャンスを作っていってほしいところですね。さあここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。決着は延長戦に持ち込まれます。さあいよいよ延長戦のスタートです。延長前半の序盤、ガンバここからどう展開するのか。木場、いった。これは大きく外れました。飯島、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ガンバ、フィールドいっぱいに広がります。アレイニコフ、ゆっくりとボールを回しています。宮本、ドリブルで攻め上がります。パス、アレイニコフ、フェイントをかけます。アレイニコフ、宮本、このボールを受けました。近藤、ゆっくりとボールを回しています。宮本、綺麗にボールがつながります。ここからどう展開するのか。上げた、近藤、そこに選手が詰める。ゴール、ゴール、ゴール。ヒルハン、目が覚めるようなゴールです。ブイゴール、赤い千金の一発。ついに決着がつきました。0対1、ガンバ延長 V ゴールで勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。現在の順位などを考えたらもうほとんど優勝の望みはないですよ。しかし最後まで勝つ意欲だけは見せてほしいですね。
皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第29節、レイソル対シエロ。残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、次のステージのことを考えて戦うことが次につながります。どんな試合を見せてくれるのでしょうか。今シーズンはファーストステージセカンドステージともに優勝はできませんでしたね。来年に向けていろいろ課題もありますから、単なる消化試合にしてほしくないですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半26分、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。中田、岡野、ここでフェイント。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。上野、ゴール前、そのままシュート。あーと外してしまった。悔しがっています。松原、フリーキックのチャンスを得ました。蹴った、あーと外してしまった。前半36分、レイソル。両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。大場、中田、カット。思うようにプレーが流れませんね。決して悪いプレーではなかったんですが、現在のところ得点はありません。大きな動きもなく前半が終わりましたが、振り返ってみてどうでしょうか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半の立ち上がり、レイソル。両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。バウディール、積極的に前に出ていきます。今のこのフォーメーションの中で自分の役割が、下平、素晴らしいコンビネーション。須田のチャンスになります。ゴール。後半24分、レイソル依然として1対0と1点のリード。磯貝、バランスを崩してしまいました。ロングパス、うまくつないだ。下平、シュート。ゴールネットに突き刺さった。誰か PK です。蹴った、ここに選手が詰める。須田のゴール。試合終了の笛が鳴りました。3対0、レイソル、この試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか。セカンドステージで優勝を決めても、この後チャンピオンシップが残っていますからね。今日のように勝ちに行く内容の試合をして、調子を落とさないようにすることは重要ですよ。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第30節、シエロ対アントラーズ。雲がかかっています今日の試合。次のステージのことを考えて戦うことが次につながります。どんな試合を見せてくれるのでしょうか。今シーズンはファーストステージ、セカンドステージともに優勝はできませんでしたね。来年に向けていろいろ課題もありますから、単なる消化試合にしてほしくないですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半の立ち上がり、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。クロス、カウンターのチャンスです。今のこのフォーメーションの中で自分の役割がもう一つ理解できていないみたいですね。ドリブルで攻め上がります。ここで攻撃のリズムを変えます。パスを出します。ジョルジーニョ、ここでフェイント。このパスが通った。黒崎、誰にパスを出すのか。石井、このシュートはクロスバーの上。信じられないといった表情です。前半24分、アントラーズフィールドいっぱいに広がります。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。レオナルド、パス。ジョルジーニョ、ここでフェイント。もう少し戦術を理解する努力が必要ですね。タイミング的に合わない部分が目立ちますよ。ロングパス、誰も止めることができません。真中、シュート。飯島、なんと反応した。前半37分、アントラーズ両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。秋田、きれいにボールがつながります。そうですね、ここはあの黒崎、チャンスになります。これが決まった。両クラブ最後の決め手をかけました。この1点のビハインドをどう見られますか。1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば、必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。さあ、後半開始の笛が鳴りました。後半12分、アントラーズ依然として1対0と1点のリード。お、そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。秋田、フェイント。このパスが通った。ジョル、フェイント。お、そうですね、ジョルジーニョ、センタリング。黒崎、あーっと外してしまった。後半もすでに25分を経過しました。シエロ、ここからどう展開するのか。中田、上げた。ボレーシュート。岡野、ゴール。シエロ、とうとう同点に追いついています。
後半38分、アントラーズチャンスになります。澤田、先ほどから試合に入っています。石井、抜きました。パス、石井、ジョルジーニョ、ブランコ、クリア。周りの状況がよく見えています。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は1対1、同点。両クラブとも譲らず同点です。それではここまでの試合を振り返って一言お願いします。両クラブとも持ち味を出したいい試合をしていますよ。ここからは一瞬の油断で勝負が決まってしまいますから、集中力の勝負ですよ。さあ、ここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。決着は延長戦に持ち込まれます。さあ、いよいよ延長戦のスタートです。延長前半の序盤、アントラーズ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ジョルジーニョ、積極的に前に出ていきます。ゴール前、ジョルジーニョ、石井、ゴール V ゴール、ゲームに終止符を打ちました。ついに決着がつきました。1対2、アントラーズ延長 V ゴールで勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか。セカンドステージで優勝を決めても、この後チャンピオンシップが残っていますからね。今日のように勝ちに行く内容の試合をして調子を落とさないようにすることは重要ですよ。